こんにちは、パタヤチャンネルです。今回はバンコク編になります。バンコクで行きたいお店めちゃめちゃたくさんあるんですけれども、今回はバンコクで一番行きたい屋台、超有名なプラカノンの生肉屋台へ行ってきましたので、その様子をお届けしたいと思います。 BTS でプラカノン駅まで行きまして、そこからタクシーで移動しました。料金は50バーツをちょっと切るぐらいでした。昔はたくさんの方が紹介してたこちらのお店なんですが、最近ではあまり見かけなくなってきたんですけども、無事にありました。お店の名前はラーブラップラップとなりまして、現在はお昼の2時から夜11時まで毎日営業しているそうです。僕自身もこちらのお店に来るのは約3年ぶりになります。味のクオリティやお客さんの入り具合も気になりましたので、今回撮影してきました。6時少し前ぐらいに入店したんですが、その時はまだ数組のお客さんしかいませんでした。ここに来ると注文するものは毎回同じようなものになってしまうんですけれども、ちゃんとメニューも写真付きでありまして、英語表記もあります。お値段もだいたい40から80バーツぐらいのものが多くて、シーフードやお肉などで100バーツ超えるものは少しあるんですけれども、完全にローカルの屋台の値段設定なのでかなり助かります。3年前に来た時よりもかなりメニューは増えてるような気はするんですが、高いメニューも増えてました。刺し盛りとかは1010バーツだったり、うなぎや生牡蠣なども置いてました。そしてここの嬉しいのは、お酒もかなりお値打ちで提供してます。リオ、チャンなどのビールは大瓶で70バーツで飲むことができます。ということで、去年はほとんどビール飲まなかったんですけども、友達からチャンビールの味が昔よりもかなり美味しくなったというのを聞いて、ここ最近はチャンビールを飲むようになりました。今回動画内で生肉を食べているんですが、安全を保証しているわけではありません。食べる際は自己責任でお願いします。そしてまず最初にいただいたのがこちら、定番のレバ刺しになります。なんとレバ刺し、これ一皿で70バーツというお値打ちさです。ちゃんとごま油に塩の入ったタレも用意されてます。日本のレバ刺しは薄くスライスされてると思うんですが、こちらはぶつ切りの状態で出されます。すごく弾力があって噛み応えがあるので新鮮さが伝わってきます。昔と全く変わらない美味しさでホッとしました。続きまして、こちらも毎回必ず注文します、ビーフユッケになります。こちらも同じ金額で70バーツです。ユッケは肉にもうすでに味がつけてあるということで、タレはついてきません。この卵と混ぜて隣にあるニンニクと玉ねぎを一緒に食べるというのがこちらのスタイルです。パタヤでもユッケなんか食べた記憶がほとんどないので、かなり久々の何年ぶりかのユッケになると思います。日本でもユッケが食べれるところはかなり少なくなってきてると思いますし、バンコクの焼肉屋でしたら結構置いてるところ多いんですが、さすがにこの70バーツで食べれるところというのはないんじゃないかなと思います。続きまして、こちらが牛のたたき70バーツになります。本当は牛刺しを頼んだつもりが牛たたきが来てしまったんですが、美味しそうだったのでいただくことにしました。中は真っ赤で生の状態ではあるんですけども、このお肉をポン酢で食べると最高に美味しかったです。続いてこちらもこのお店の定番料理と言っていいと思うんですが、牛の乳を焼いたものになります。すごく身がコリコリしてて不思議な食感なんですけれども、しっかりと味があって美味しいお肉になります。たまに売り切れてることがあるんですけれども、これも毎回必ず注文する料理の一つになります。今まで何回か来てるんですが、なかなか食べる機会がなくて、今回ぜひ食べたいと思ったのがこちらのしゃぶしゃぶになります。タイ式のチムチュムもあるんですけれども、こちらは完全に日本のしゃぶしゃぶになってます。今回オーダーしたのが豚のしゃぶしゃぶ340バーツになります。牛のしゃぶしゃぶもありまして、そちらは390バーツということで50バーツ高くなってます。野菜の方もついてきまして、白菜、空心菜、人参、しめじに春雨までついてきます。
50バーツしか違わないので牛でもいいかなと思ったんですけども、タイは豚が美味しいというイメージがありますので、今回は豚にしてみました。お肉の部位は2種類スライスにされて入ってました。ということで早速野菜から投入していこうと思います。火がガスではなくて炭火というのもなかなかいいかなと思います。ガスよりも火力が強いのか結構早く沸騰しました。生卵が一つついてたんですけれども、店員さんが肉の上で割ってくれました。タイでは一般的にこの卵を肉に絡めて鍋に入れるんですけども、今回日本式なんですけども、やり方は一緒のようです。とりあえず一発目は卵がついてないところをしゃぶしゃぶしていただくことにします。ほんの数秒しゃぶしゃぶとやったらすぐに火が通りました。鍋自体はパタヤでもよく食べるんですけども、こういう日本風のしゃぶしゃぶというのはすごく久しぶりでした。とりあえず店員さんに確認したところ、割って食べろということなので、卵を割って肉に絡めて食べることにしました。チムチムのように鍋に入れて放置する場合はいいかもしれないんですけども、しゃぶしゃぶの場合は別に卵なくてもあまり変わらないかなという気がしました。そしてつけだれの方はちゃんとしたポン酢になってまして、やはりこれだけでしゃぶしゃぶを食べてるという感じが出てきます。豚のしゃぶしゃぶセットはだいたい 2,3 人前ということだったんですけども、すごく美味しかったのであっという間にペロッと食べてしまいました。今回はやりませんでしたが、この中にご飯を入れて雑炊のようにして食べることも可能です。最初は空いてたお店なんですが、時間が経つにつれてだんだんとお客さんも入ってきました。昔は半分近く日本人のお客さんだったイメージなんですけども、現在はほとんどタイ人のお客さんでした。どの料理もお酒に合うものばかりでしたので、どんどんとビールが進んでかなり飲んじゃいました。そしておつまみも追加していきます。こちら先ほど間違って牛たたきが来た時に注文しました牛刺身になります。見た目は一見マグロの刺身と言われたら全く分かんないと思うんですけれども、食べてみると結構肉厚な分弾力もありましてすごく美味しいんですが、なんとこちらも一皿70バーツで食べれてしまいます。これもこのお店に来たらぜひ食べていただきたいものの一つになります。そして最後オーダーしたのがこちらタップワンというレバーの炒め物になります。僕の大好きな料理の一つになるんですけれども、生でも食べれるようなレバーを使って調理してますので、半生ではあるんですがめちゃめちゃ美味しいです。結局この日は友達と2人で9本の大瓶のビールを開けまして、夕方6時からスタートして夜11時半まで飲み食べ続けてました。そしてお会計なんですけれども、料理だけでだいたい700バーツ飲み物が800バーツぐらいで、両方合わせて1510バーツとなりました。5時間半飲み続け食べ続けてこの金額で済むというのはかなりコスパがいいなと思いました。前回来たのが3年ぐらい前だったんですけども、味もクオリティもお値段もその時のままといった感じで、めちゃめちゃお得なままでした。たまたまかもしれませんけれども、以前より日本人の数が減ってるような気がするので、ぜひ機会があれば行っていただきたいと思います。以上、今回は生肉屋台で有名なフラカノンのラープラップラップをご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメント、配信通知のベルマークのクリックよろしくお願いします。ありがとうございました。